議長。1番林昇君、はい。市民報特会の林です。通告に従い一問一答形式にて質問をいたします。よろしくお願いいたします。マスク取らせていただきます。まずはじめに職員の不祥事および職員研修の充実についてであります。先月、本職員による公金の私的利用が発覚し、職員1名の免職の処分を行ったという事案がありました。市は刑事告訴をする方針であると報道にありましたが、実際に刑事告訴はされるのでしょうか。個人の責任を追及しすぎると組織の責任が曖昧となり、組織的な改善取り組みが放置されかねません。なお被害額の全額が返還されているとのことですので、被害届の提出のみに処するのが総合的に考えて適切ではないかと考えますが、いかがお考えでしょうか。総務部長古川正樹君。この度の本市職員によります公金の私的利用という重大な不祥事につきましては、改めまして市民の皆様に深くお詫びを申し上げる次第であります。ご承知のとおり、今回の非行為に対しましては地方公務員法並びに及び職員の懲戒処分等に関する指針、それらに照らし合わせて判断した結果、当該職員に対しましては免職という最も重い懲戒処分を行いました。また事犯が発覚してからは、本人や関係者に事実確認を行った後、及び警察署に相談をさせていただいておりましたけれども、顧問弁護士とも相談をし、近いうちには及び警察署に告訴状を提出する予定でおります。この度の事犯のように自身が管理している公金を自分のために使用した時点で、原則として刑法上は横領罪が成立することとなります。その後に損害が補填されたとしても、一度成立しました犯罪が遡って不成立となることはございません。さらに刑事訴訟法の第239条第2項には、管理または行理はその職務を行うことにより犯罪があると資料するときは告発をしなければならないというふうに告発義務が規定されてございます。今回は市が当事者となりますので、告発ではなく告訴ということになりますが、告訴しない、そういった対応が市にとって法律上の義務違反に当たることから、法律の規定に従いまして対処をしようとするものでございます。1番林昇君。はい。法律の解釈もあるのですが、解釈の一つには被害届の提出は義務であり、ただ告訴するかしないかの裁量は市の方にあるという解釈もできるということで聞いております。今回はそういう、にのっとってやるということでございますので承知をいたしました。で、次に、不祥事に対する、考え方の確認をさせていただきます。不祥事などの問題行動は、間違った価値観を持つ例外的な個人が組織内に存在することから起きるのか、それともその組織が行う間違ったマネジメントが個人の価値観を歪め、不祥事などの問題行動を起こさせるのか、個人の問題なのか、組織のマネジメント、組織の問題であるのか、どちらだとお考えになりますでしょうか。総務部長古川正樹君。今回の不祥事につきましては、個人の市職員としての基本的な心構えや、全体の奉仕者であります公務員としての倫理観の欠如、それから規範意識の欠如、それらに気にすることが、するところが大きいと考えております。一方で組織として当該職員の管理監督が及ばなかったこと、また不祥事防止のためのチェック体制が十分に機能しなかったことについても、それが一つの要因であるというふうに考えております。1番林昇君。はい。今答弁としては両方ということで、受け取りました。で、まさにその通りだと私も思っております。この両方でございます。ただ個人の問題とだけ整理するのではなく、組織が行う間違ったマネジメントがあったと
そういうふうに捉えることが大切であると考えております。櫻井市長は、提案理由説明や代表質問答弁においても、今後二度とこのようなことが起きないように、再発防止に全力を挙げ取り組むと言われております。再発防止には組織としてできること、可能な限りすべてやるべきであります。専門家によれば、自治体職員の不祥事の多くは、心のバランスを崩した、個人が間違った方法で心のバランスを取ろうとするという動機だそうであります。自己肯定感を失い、何かに依存することで心のバランスを取る。そんな状況を作らせないためにも、公務員として誇りを持たせ、心理的安全性の高い職場で日々働きがいを感じながら仕事をさせることが重要であります。本市のすべての管理職には、それを実践できるだけのマネジメント能力が必要であると考えます。なので、公務員倫理研修と合わせて、マネジメント研修を継続的に取り組むことが必要であると考えますが、職員研修については、どのように改善、取り組みがなされるのでしょうか。総務部長、古川雅樹君。今ほどもご指摘ございました。今回の問題は、一個人の問題としてだけ捉えるのではなくて、組織としてどこか気の緩みがなかったか、今一度、職員の綱紀粛正と服務規律の徹底を図る必要があるというふうに考えております。今回の事案を受けまして、急遽現金などを取り扱う部署を対象といたしまして、出納員、分任出納員会議、これを開催いたしまして、再発防止の徹底を図るため、事務の流れの再確認を行ったところであります。その中で、今後の具体的な取り組みといたしまして、4項目取りまとめております。1つ目には、こまめに入金処理を行うこと、2つ目には、収入日経表および収入月経表について、出先機関の確認は本庁の担当課が行うこと、3つ目には、申請書や納付書などの関係書類を複数職員で突合すること、そして4つ目には、手書きの納付書については、管理番号を付番いたしました納付書を発行いたしまして、申請書や日経表などと突合しやすくすること、これらのことなど改善策を取りまとめまして、再発防止に向けて事務処理手続きの徹底を図ったところであります。また、管理職に対しましては、毎年人事評価者研修を実施しております。この中で部下に対するマネジメント能力の研鑽に努めているところでありますが、今年度はさらに、マネジメント、能力、すみません、今年度はさらにコンプライアンス研修、これを7月に計画いたしております。そして、法令遵守、並びに公務員倫理の周知徹底、これを図ることで、自らの意識改革だけではなくて、部下への指導育成を促しまして、組織内のルール、それから社会的常識、社会倫理観、これらを改めて確認いたしまして、組織全体の含み規律の確保、適切な業務遂行、それにつなげていきたいというふうに考えております。いずれにしましても、今後は二度とこのようなことが起きないよう、再発防止に全庁を挙げて取り組み、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。1番林昇君。はい、事務処理手続きから、研修の充実について、詳しくありがとうございます。で、少しわからなかったので確認いたしますが、コンプライアンス研修を、今回は今年度においては、今までよりも、増加プラスとしてやるということですが、これはどれぐらい何時間ほどの研修を行うのか、またこれは、継続的なこういったコンプライアンスの研修が継続的に必要だと思いますが、これは今年度限りであるのか、それとも来年度以降も継続的に実施していくという考えなのか、こちらをお伺いいたします。総務部長、古川雅樹君。基本的に管理職に対する研修といったことで、対象者は管理職全員というふうに考えてございますし、このような不祥事もございました。今後とも継続的に実施をさせていただきたいというふうに考えております。以上です。1番林昇君。今後二度とこのようなことが起きないよう、公務員倫理研修と合わせてマネジメント研修、こういった研修をしっかり継続的に取り組んでいただくようお願いをいたします。次の質問に移らさせていただきます。男性職員に対する育児休暇の取得促進についてであります。男性が育児休業を取得しやすくなる制度を定めた
育児・介護休業法の改正法が今月3日、衆議院本会議で成立しました。取得率わずか 7.48%、 しかも1週間内の短期間の取得が7割という男性の育児休暇がこの2021年を節目に変わろうとしています。男性の育児休暇取得が進まない原因となっているのは、男性は育休を取りづらいなど職場の風土の問題に加え、一度に長期休業をするのが難しかったり、育休中に収入が減ったりすることもハードルになっていると言われております。改正法ではこうした実態に応えるため、新たな制度の開設や変更がなされております。はじめに本市における、本市役所職員、男性職員の育児休暇取得率についてお聞きいたします。総務部長、古川正樹君。本市における男性職員の育児休業の取得状況につきましては、平成28年度から令和2年度までの各年度における取得率になってまいりますが、女性職員がすべての年度におきまして 100% である状況に対しまして、男性職員は平成29年度が 16.7%、 それ以外の年度につきましては取得実績はございません。1番、林昇君。はい。ある調査によると、富山県内の市町村における男性職員の育児休業取得率が高いのは高岡市の 29.6%、 次に黒部市、滑川市が 25% であったと聞いております。なぜ県内でこれほど違いがあるのでしょうか。市内の民間企業においてももちろん男性従業員の育児休暇取得率向上を期待いたしますが、まずは小矢部市役所が男性の育児休業取得を積極的に促すべきだと考えます。育児介護休業法の改正内容から考えれば、妊娠や出産を申し出た職員に制度の周知や取得の意向確認、これを必ず行うこと、そして生後8週間を対象とした出生時育休を新設すること、1歳までに育児休業を2回に分割して取得できるようにすること、先ほどの生後8週間の育休も含めて、子どもが1歳になるまでに男性は最大4回、女性は2回に分けて育休を取得できるようにすること、申請期限についてもこれまでは1ヶ月前の申請が必要でありましたが、2週間前に変更、加えて育休を取得できなかった働いて1年未満の非正規雇用についても育休を取得できるようにすること、これらの改善が求められますが、本市においては具体的にどのように取り組みを進め、男性も女性も育児休暇を取得しやすい環境を作るのでしょうか。総務部長、古川正樹君。この度、育児休業、介護休業と育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律ですね、これが改正されまして、この出産直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設や、育児休業を取得しやすい雇用環境整備等の措置が講じられました。この法律につきましては、公務員への適用は大部分が除外されております。公務員の育児休業等の取得に関しましては、地方公務員の育児休業等に関する法律と各自治体の条例に基づき運用をされておるところでございます。公務員の育児休業につきましては、取得期間は最長で子の3歳の誕生日の前日まででございます。取得回数は1人の子につきまして1回でありますけれども、計画書を提出して申し出る場合、そういった場合については最初の育休から復帰後3月以上勤務されますと再度取得が可能となっております。そういった意味では現行制度の下でも育休の分割取得、これが可能となってまいります。しかしながら、改正法にもありますように男性版育休の申し出期限の短縮とか、あるいはその産後8週間内での分割取得、並びに有期雇用労働者の育児休業取得要件の緩和、
こういったものにつきましては、公務員と民間労働者では取り扱いが異なっております。そのことから、今後、国などの方で行われます法改正の動向、これらを参考に検討してまいりたいというふうに考えております。先ほども答弁いたしましたが、本市の男性職員の育児休業、育休の取得率は低調な状況にございます。一般的に男性が取得をためらう要因といたしましては、収入面への懸念、その他職場の雰囲気を上げていらっしゃる、そういった意見も多いと伺ってございます。これらの不安要素を解消するために、休暇制度等の周知がおっしゃる通り重要であるというふうに考えてございます。現在、職員向けには妊娠、出産、子育てガイドブック、そういったものを作成しておりますけれども、その中で休暇取得による男性の育児参加の意義、そういったものも含めまして、周知を図りながら、職員のやりがいや充実感を感じながら働くことができる、そういった職場の実現に向けて、積極的に推進してまいりたいというふうに考えております。1番、林昇君。はい、もちろん、公務員と民間の企業で、法律が違うことは、分かりますが、まあ、ただ民間企業にもそういったものを適用するにあたって、まず本市が見本になるような取り組みをするべきだと考えております。そして本市市役所職員こそ、育休を取得して、より子育てのしやすい環境づくりに、そういう風土を市全体で作っていくべきだと考えております。なので今、なかなか、取得がないということですが、一つだけ具体的にお聞きしますが、育児休暇取得の際に直接声かけをして意向確認というのが民間では、大きい企業では、義務化されていきますが、本市においても声かけして意向確認というのは、やはり本人も申し出しにくい部分はあると思いますが、こういったのを直属の上司、課長なり上司から確認することは大事だと思いますが、そういった取り組みはされるお考えありますでしょうか。総務部長、古川雅樹君。おっしゃる通り、現在の社会環境もそういった傾向が、法律の改正の趣旨もございます。そういったふうに、管理職自らがですね、そういった情報をキャッチしながら、人事管理のシステムの中にはですね、ある意味その、管理職が職員の意向を確認する申告制度も準備してございますので、そういった中でそういったご希望を吸い上げながら、それは人事担当部署といろいろと管理職が調整して取りやすい環境、そういったものを形成していく、そういったことを今後取り組んでまいりたいと、引き続き取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上です。1番、林昇君。ぜひですね、育児休暇の取得率、これが向上するように取り組みをお願いしたいと思います。次の質問に移らさせていただきます。次の質問は公民館の管理運営についてであります。先の3月定例会中の予算特別委員会において、質問しました公民館職員の給与に関してであります。どういった内容であったかといいますと、公民館職員が所定の勤務時間を超えて勤務、労働している事実があり、担当課もアンケート調査などからその実態を把握しながらも本来支払うべき賃金を支払っていないのではないかと指摘をさせていただきました。当時の文化スポーツ課長の答弁は、勤務条件通知書に時間外労働はないものと記載していることを理由に、教育委員会として支払いの義務がないという見解を述べられました。全く私の見解が違うという話でありましたので、最後に労働基準監督署に確認をすることをお願いをしておりました。労働基準監督署ではどういう見解だったのでしょうか、教えてください。教育長、野沢俊夫君。今ほどご指摘のように、令和3年3月、予算特別委員会におきまして、令和2年度にかかる公民館職員の時間外勤務における質問をいただいた後、労働基準監督署に確認いたしました。その中では2点ありまして、まず1つは、定められた勤務時間以上に、公民館業務として勤務している実態があれば、その分は報酬を支払う必要がある。ということを確認しております。
また今後は勤務ローテーション制を導入することで、公民館行事に伴う勤務時間の変動調整を行う方法の導入を検討するべきであるという助言をいただいたところであります。この助言を受けまして、令和3年度からは公民館職員の方は勤務シフト表を毎月作成いたしまして、勤務予定を明確にした上で勤務していただき、公民館長の確認のもと、毎月の勤務管理を公民館内で行っていただくよう、公民館長会議でお願いしたところであります。1番、林昇君。はい。公民館勤務として勤務をしていた分についてはということなのでありますが、これは前回の予算特別委員会の時もそうなんですが、そもそも公民館の勤務としての労働をしているというふうに、私の調査の中では複数の公民館の職員から聞き取りで調査を行っております。なので、実際公民館職員として勤務をしていた労働、所定の労働時間を超えて時間外の労働を公民館の勤務として行っている実態があるというふうに認識をしておりますので、そのため今、労働基準監督署が呼ばれるように、支払いの義務が発生するのではないかと考えているわけであります。なので、前回、予算特別委員会の際にも、話しておりましたが、当時、所定の時間を超過した分の調整をしたことについて、前回予算特別委員会での答弁は、異なった認識によって提出された書類、勤務実績表の書類について訂正をいただいたケースがあると答弁をいただきました。実際は直してもらっているわけですね。しかし、今の教育者の答弁からすると、まあ、おそらくそれは、公民館の職務ではないものを以外のことをしているケースがあるということなのかというふうに今少し思いましたが、しかし実際の公民館職員として超過した勤務の分を実績に載せて提出をしたものでありますのでと聞いておりますので、今の労働基準監督署の指導内容からすれば、勤務条件通知書に時間外労働があるないということは一切関係なく、実際は公民館の勤務として行っている場合は支払いの義務があるということだと思います。なので、勤務実績と異なる過少な勤務実績を実際報告させているということいたということだと、私は認識しています。なので、所定の労働時間を超えて実際に勤務労働した時間分について、これ実質的には無報酬として扱われており、いまだに一切の給与賃金を支払われていないという認識になるんですが、そういった認識で間違いないでしょうか。教育長、野沢俊夫君。公民館職員をはじめとする会計年度任用職員の方々につきましては、勤務条件通知書に、まあ、公民館の場合は月単位の勤務時間を通知し、まあ、記入しておりまして、その時間内で勤務をしていただいております。公民館職員の方々の勤務時間数は、業務内容に応じた勤務時間数として定めているものでございまして、勤務時間、その通知書には時間外勤務はないという条件で勤務をいただいているところでもあります。従いまして、仮に業務の都合で勤務シフト表で設定した予定勤務時間を超えて勤務した日があった場合には、先ほど申し上げましたように、公民館長と協議の上、別の日にシフトを変更することで調整していただくこととしているところでございます。なお、公民館職員の方からは、実際には公民館業務以外に、地区の振興会などから依頼されている業務を行っている場合もあると聞いていることから、単に在館時間をもって勤務時間数とするのではなく、そのような地区の業務は勤務実績に含めず報告していただきたいという訂正を依頼したことはありました。したがって勤務実態と異なる過少な勤務実績を報告させるという事実はございません。これらのことにつきましては、公民館主義の方々に
再三お伝えしておりますので、皆さんにご理解いただいているものと認識しているところでございます。一番林昇君。はい、実際に昨年の公民館の、勤務時間事例を紹介いたします。これある公民館の昨年6月の実績であります。令和2年ですね。館長の所定労働時間は月12時間のところ、6月に実際は30時間の出勤時間、まあ、今あの教育長言われる答弁では、出勤時間イコール勤務、労働時間ではないということで認識をしているということがありましたが、あの出勤時間は無駄に出勤しているわけではなく、あの公民館の職務として出勤しているという認識というふうに聞いております。でなので12時間の勤務予定のところ30時間でありますので、18時間の勤務実績、18時間分は勤務実績表に載せずにいたというふうに聞いています。で主事の方は所定労働時間月19時間のところ実際は48時間の勤務実績であったと聞いております。こちらも支給調書に記載ができず29時間分の支払いがされ受けられていないと聞いております。指導員の方は所定労働時間月81時間のところ83時間の勤務実績であったと聞いております。こちらも2時間分が支給調書に記載ができず支給実質受けていないという形だと聞いております。あくまで一月の一例でありますが、恒常的にこのように多くの公民館で同様に所定労働時間を超えた分を担当課に申告できずにいると聞いております。実際職員の方々何名か話を聞きますと、今のように勤務内に応じた時間数で勤務条件通知書が出されているという認識はなくですね、決められていることは承知していますけれども、実際の実態と乖離しているというふうに、話を聞いております。なので、今の6月の例においても、労働基準監督署の指導内容からすれば、公民館の職務として今の労働をしているわけでありまして、こちらは労働の実態があるということは支払いの義務があると思いますが、いかがでしょうか。教育長、野沢俊夫君。の制度ではありますけれども、これは地方公務法の改正によりまして、令和2年度からですね、この公民館職員にも適用されたものであります。で、これまでの年額報酬から、この法改正によりまして、時給制に変わっております。このため、令和2年度からは、公民館長からですね、公民館職員の勤務実績を報告いただいているところであります。公民館職員個人ではございません。公民館長は職員の指揮監督が業務の一つでありまして、公民館長の指示のもと勤務時間の割り振りがなされているわけでありまして、その結果、市からお願いしている時間で勤務されている旨が報告されているところでございます。先ほど申し上げましたように、地域からの依頼業務につきましては市から報酬等を支払うことはございません。各自治振興会等におきまして、それぞれのやり方を取っておられると聞いております。なお、公民館業務であるか、地域の依頼業務であるかの判断が難しいケースもあるのではないかと思われますことから、改めて各公民館長に聞き取りを行いました。その結果、令和2年度におきましては、公民館業務について、勤務条件通知書の勤務時間を超える勤務実態があったという報告は受けておりません。令和3年4月に開催いたしました公民館長会議におきまして、全公民館長に再度確認を行いましたところ、すでに報告したとおりであるとの回答でありましたので、このことから令和2年におきましては、時間外勤務の実態はないものと受け止めているところでございます。一番林昇君。はい、公民館長会議等では、公民館長から、公民館長、今ほどあの紹介しており、月12時間の勤務時間しか所定はございませんので、一番短い勤務時間でありまして、公民館長からは、こんな勤務時間、一番短い館長がどうして他の職員の管理ができるのか、そういったことを、公民館長会議ですかね、そういった場で一度、そういったことを言われた方がいたというふうに聞いております。
で、どうも私も公民館長の方々はあまりこういうことを言いたくないようでありますが、主事や、等の下の職員の方の中では、まあ、仕方なく勤務時間に合わせているんだという声も聞いております。しっかり実態と実際異なっていますので、しっかり再度こう館長だけではなくてしっかり主事の方等にもちょっとヒアリングをしていただきたいなと思っております。実際に例えば今改善されたということでありましたが、シフト制においてもただ計画を、記載したものを、また年度、月月期一月終わった時後に変更あったかないかということを報告しているということでありましたが、まあ、実際はそれが何か電子的な記録あるわけでもないので、実際に勤務したかどうかというのが把握、実際はまあ、館長が管理するんだということであれば館長の責任だということでありますが、なかなか実際把握しにくいのかな、客観的なデータで把握することは難しい現状でないかと思っています。そして館長も勤務時間短いということもお伝えした通りで、実際にシフト表等を確認して提出するのは館長以外の職員がされていることが多いのかと思っております。でなかなかで館長の方からは勤務時間を超えるなということを、まあ、市から言われているし、教育委員が言われているし、超えるなということが指示があるためかどうか明確に私は分かっていませんが、どうもその実態とは違うものを報告してしまっている。で、それを、まあ、しょうがないよねというふうに受け入れをしているの実態があるというふうに承知をしております。なので、その辺を再度確認いただきたいんですが、お願いできませんでしょうか。教育長、野沢俊夫君。公民館長は、先ほど申し上げましたように、公民館職員の指揮監督を業務としております。それはすべて公民館職員が働いているときに同席を求めるものではありません。しっかりとですね、公民館職員同士で話し合って、この日は公民館主事の人が何時から何時までこの仕事をしてくださいね、この日は指導員がしてくださいね、そういうことを公民館の職員全体で話し合って、その結果勤務されたことを確認していく、これが公民館長の責務であります。したがってどの職員がどれだけ働いたかということについては公民館長がしっかりとですね、把握し指示をし、そのもとに働くと、そういう手順が必要でありまして、公民館職員一人が私はこれだけ働きましたからこれだけの賃金をくださいということを申し立てることをすべてですね、それが認められている、そういうものではなく、組織として責任者がしっかりとこれだけ働きましょう、働いてくださいねということをお互いに話し合って決めていく、そういうことが実は、基本的には社会一般組織として当然のことだというふうに思っております。まあ、しかしながら今ほど、いろいろとご指摘もありましたので、私はすでに再三再四確認をし、公民館長からも、今度申し上げたように、何度も確認を得ているところではありますが、まあ、必要があればですね、もう一度さらに確認することはやぶさかではございません。1番林昇君。ぜひ再度館長ではなくて下の職員に、主事等に確認をしていただきたいと思います。主事と指導員ですねに直接、取りをしていただきたいと思います。はい、で、まあ、ということをお願いをします。で、まあ、ただ問題の本質はいかに本市における社会教育を充実したものにするかということであります。社会教育法の第32条には公民館の運営の状況に関する評価を行い改善に努めなければならないとされています。また第32条の2では運営状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならないとされています。本市の公民館ではどのように運営の状況について評価改善を行い、どのように情報を提供されているのでしょうか。教育長野沢俊夫君。公民館の運営の評価と改善あるいは情報提供の方法につきましては、まずほとんどの公民館で公民館運営審議会が開催されております。その市議会は地域住民その他の関係者の方々、幅広い関係者の方々が委員となっておられまして、各公民館の事業に関する事業報告あるいは決算報告
行事予定など、これらの議題に対しまして、それぞれ意見が交わされ、評価改善についての審議がなされているところでございます。また、実際の活動につきましても、公民館ごとに公民館だよりなどを年に数回発行されまして、地域住民に対して広く情報提供を行っておいているところでございます。さらに、教育委員会におきましては、公民館の利用状況、公民館でのいろんな実施事業につきまして、毎年、私たちの社会教育という冊子を刊行いたしまして、これを市ホームページ上にも掲載して、広く情報提供を行っているところでございます。1番、林昇君。はい。各地区の公民館で、そういった運営審議会等をされているのは承知しておりますが、その際は私、各地見ていますと、主には、事業計画と、予算案のであったり、そういった活動内容と予算でありまして、評価というのはなかなかそこに入ってきにくい、来ていないなというふうに感じております。なので、そこで提案でありますが、公民館の運営状況を可視化できるように、公民館が担う社会教育を第20条に明記されている公民館の目的に立ち返った評価項目を設定し、評価シートを作成し、記入して、自己評価など、点数化するなどして、明確なそういった評価をして行い、公開をしていくべきだと考えますが、いかがお考えでしょうか。教育長、野沢俊夫君。公民館の運営につきましては、地域住民の方々の意向、これをより的確に反映したものとする、そのように努めるべきでありまして、そのような意味におきまして、先に申し上げましたように、運営状況の評価改善を目的として、地域ごとに公民館運営審議会を開催する一方、公民館代理の発行などによって、広く地域の方々へ情報提供に努めていることは、重要な取り組みと認識しているところでございます。したがいまして、公民館運営状況の可視化につきましては、その良し悪しを評価して、それを公開するという方法ではなく、現在行っている方法を基本として、今後の公民館活動の一層の充実と広がりを図ってまいりたいと考えているところでございます。1番、林昇君。いずれのやり方を取るにしてもですね、社会教育として、公民館しっかり機能すること、それが一番でございますので、しっかりそれに向けて取り組みを続けていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次の質問に移ります。ギガスクール構想と教員の働き方改革であります。前回3月議会においては、令和元年度の教職員の時間外労働についてお聞きいたしましたが、昨年度、令和2年度と令和3年度、今年度の4月、5月における小中学校の教職員の時間外労働の実態についてお聞きいたします。また、昨年度と今年度の4月、5月を含めて、一番時間外労働の時間が長かった教職員は何時間であったのか、さらに過労死ラインと呼ばれる月80時間や月100時間を超える時間外労働をした教職員はいたのでしょうか、お願いします。教育委員会事務局長、中村秀夫君。私の方からは、教育委員会の時間外労働の実態についてということで、令和2年4月の教職員の平均時間外労働時間数は 30.4 時間、5月は 14.6 時間でありました。これに対し、本年度4月が 56.1 時間、5月は 53.4 時間となっております。なお、令和2年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の防止拡大のため、拡大防止のため、4月末から5月末まで休校措置を取っていたことから、単純に比較することはできないものと考えております。参考までに、令和元年度の4月、5月の平均時間、外労働時間数として、両月とも70時間でございました。これらと本年4月、5月の時間数を比較しますと、約2割の減少が見られることから、
全体的には教職員の長時間労働に関する改善が進んでいるものと考えております。また、昨年4月から本年5月にかけて、月ごとの時間、労働時間数で最長であったものは教職員の労働時間数本年4月の150時間を超える勤務でありました。次に、全体の状況といたしましては令和2年度につきましては教職員121人のうち月80時間超えが月平均で 8.6 人、月110時間超えが月平均で 3.5 人でありました。令和3年度につきましては教職員127人のうち4月と5月の2ヶ月間ではありますが月80時間超えが月平均13人、月100時間超えが月平均12人となっております。先ほどと同様令和2年度は、長期休校があったことから令和元年度と比較した場合で言いますと令和元年度につきましては教職員127人のうち月80時間超えが月平均 16.8 人、月110時間超えが月平均 13.8 人となっていたことから月80時間あるいは月100時間を超える職員数の人数についても改善が進んでいるものと考えております。1番林昇君。はい、大変ひどい実態であるということがよく分かりました。教職員の皆さんは基本給の 4% を支払う代わりに時間外手当が支給されません。 4% というのは8時間の時間外労働に値するものというふうに計算がされているものであります。なのでこれだけのたくさんの時間外労働をしてもですね、これに対する給与は合法的に教職員の皆さんはもらえていないという実態であります。でその中でギガスクール構想ということでタブレットや1クラス1台モニター型の電子黒板が導入されておりますが、そちらの活用はしっかりとされているのでしょうか。現状を教えてください。教育委員会事務局長中村秀夫君。今月上旬に市内小中学校に対してタブレットや電子黒板の活用状況についてのアンケートを行っております。そのアンケートによりますと、まずタブレットについては児童生徒が調べ学習に気軽かつ意欲的に使用したり、タブレットのドリル演習を楽しんで取り組むなど、児童生徒の学習意欲の高まりや主体的な学びに大きく寄与しているとの回答が多くありました。電子黒板につきましては、写真や絵図、動画といった視覚に訴える情報を大きく提示することで、児童生徒が分かりやすく、授業に集中するようになったとの意見が多く、児童生徒の学習理解の向上につながっているものと考えております。また黒板にはその授業の課題を板書し固定して示すことで常に今何を学習しているのかを振り返させつつ、電子黒板で問題の解き方を動きを持って示す授業も多く、黒板と電子黒板を併用した構造的授業が展開され始めていることは、児童生徒のより深い学びにつながっているものと評価しているものでございます。一方、教員においても、児童がタブレットに入力した意見を電子黒板に飛ばして表示するなどにより、児童生徒全員の意見集約がしやすくなり、授業指導方法の、幅が広がった。全員参加の授業となっている。情報を気軽に提示できて大変便利である。授業準備の負担が軽減されたといった意見が多くあったことから、今後さらなる効果的な活用を期待しているところであります。以上です。1番林昇君。はい、非常に、素晴らしい取り組みをされているというふうに認識をいたしました。それだけ教職員の皆さんが
時間外労働、月100時間、80時間を超える時間をしながら準備をされたんだなというふうに感じました。まあ、非常に美しい話ばかりでありましたが、他の市町村では、通信環境の課題があったりというふうな報道もされております。通信が途切れたり、ネットして、ネットワークの検証が十分ではなかったという事例があったというふうに報道もありましたが、本市ではそういったことは一切ないのでしょうか。教育委員会事務局長、中村秀夫君。通信環境は国の補助の条件の関係上、職員室や校長室の方に Wi-Fi 設備を、設置しておりません。その辺で、ちょっと学校の先生は不便を感じておいでますので、早速その校長室とか職員室の方に Wi-Fi が届くように、対応を検討していきたいと考えております。教育委員会、一番林昇君。はい、すみません。はい、そういったぜひそういった課題もですね、吸い上げていただいて、迅速に対応いただきたいと思います。やはり普段先生方が自責で、職員室でやっていたことが準備ができなくて、自分の、教室に行ってやらないといけなかった、そういったことの不便さもあると思いますので、ぜひ、早期にお願いをいたします。まあ、そして、これだけの時間外労働をしながらですね、今ほど答弁にありましたように、こう自身の事業でどういうふうに取り組んでいくのか、どういうふうにこう見やすく、子どもたちに分かりやすいような事業に、ICT、タブレット、電子黒板を活用してやっていくのか、そういった事業づくりですね、いわゆる教材研究という言い方をしますが、そういったことを今までなかったものをゼロから取り入れていくということでありますので、かなり苦労されているのかなというふうに感じております。どのようにこのですね、教員の時間外労働を毎月上限45時間、年間360時間に抑えながら、ギガスクール構想をよりいいものにしていくのか、ただですね、こう全体を設計する人材であったり、人的な資源の投入が急がれると思います。圧倒的にこう先生方は時間かけてやっていますが、かなり の過労死ラインといわれるラインを超えて労働しているわけでありますから、これ、すぐに改善をしていかなければいけないわけであります。なので人的資源が圧倒的に不足をしています。そして知識、ノウハウ、一生懸命皆さん勉強されて、教職員の皆さんにされていると思いますが、知識、ノウハウ、ICT の知識、ノウハウは不足していると思います。こういったことを教育委員会としてどのように認識しているのでしょうか。また一方で、富山県の教員採用試験の倍率は過去最低を更新しています。採用は県ですが、実際に働くのは市町村の小中学校です。時代錯誤な労働環境をいつまで本市の教育委員会は認知してそれを続けていくのでしょうか。いつ断ち切るのですか。今の学校教育は子どもたちにとって好ましい状況でしょうか。具体的かつ即効性のある解決策を提示お願いしたいと思います。教育委員会事務局長、中村秀夫君。ギガスクール構想を踏まえた ICT 教育の推進に向け、本市では各学校に ICT 支援を配置し、人的資源を補うとともに、市内全校から選出された教員で構成する ICT 調査研究委員会を今年度も引き続き設置し、個別の研修や ICT 機器を使用した事業の公開、先進校の視察、全体的な講演会などを開催することにより、教員のスモールステップの積み重ねによる知識やノウハウの底上げを図ることとしております。そのノウハウの蓄積が時間外労働の削減に今後つながるものと考えております。また、小学校教員の時間外勤務の主な要因の一つとなっている授業準備と、成績評価などの公務事務については、公務支援システムの効果的な使用を促進し、事務の効率化を図るとともに、ICT 支援がタブレットや電子黒板を使用する事業計画の策定や教材作成を支援するなど、サポート体制の充実に努めることで、事業準備にかかる負担を軽減してまいりたいと考えております。一方、中学校教員の時間外勤務の主要因となっている部活動については、引き続き
部活動指導員やスポーツエキスパートを配置するなど、教員の負担を軽減する施策を継続実施しているところであり、さらに本年度、開催予定の部活動の在り方検討委員会の中で、地域移行などを含めた部活動そのものの在り方について広く検討を進めることとしています。なお、最も学校現場が求めている教員の配置像については、全国都市教育庁協議会や全国市町村教育委員会連合会、全国都道府県教育委員会連合会を通じて、今後も粘り強く、国等に要望してまいりたいと考えているところでございます。1番林昇君。はい、対策具体的にありがとうございます。この対策を、講じていくことで、これは本当に例えば令和4年度令和5年度においては、上限45時間年間360時間の時間外労働に抑えることができるとお考えでしょうか。教育委員会事務局長中村秀夫君。この件につきましては、私どももいろいろ支援方策を過去から何遍も取っておることでございまして、即効性というところではなかなか難しいという考えではおります。しかしながら少しでも、時間外削減に向けて教育委員会も、先生と協力し連携しながら減らす方向で頑張っていきたいと思っております。1番林昇君。はい、しかし一つ今の中で逆に負担になるんじゃないかと思われることがありました。 ICT 調査研究委員会は職員から教職員から選ばれた方がで構成をしているということでありましたが、今ほどありましたように月80時間100時間の時間外労働をしている中で、そういった ICT 調査研究委員会でまた他の業務がさらに加わっていく、そういった中で負担の増に逆につながっているのではないかと思いますが、そういう点はいかがでしょうか。教育委員会事務局長中村秀夫君。今ICT 調査研究委員会の方、学校から1名ずつ、出していただいております。また教育委員会の職員1人入っております。全部で10名で、教育センターの方で事務局を引き受けてもらっていただきます。その中で、学校から1名ずつ代表という形で、出していただいておりますので、その出られる、時間については学校全体で、シェアするというかカバーしていただきたいという考えでおります。1番林昇君。カバーをできている状態というのは、カバーをできていれば、平均何十時間の残業もないというわけでありますので、カバーしきれていないで、負担を、なるべく負担のプラスにならないように調整をされているかと思いますが、負担の軽減がなかなかつながっていかないというふうに思います。なのでしっかりそういった知識のある方をしっかり ICT 支援員の方ですね、しっかり知識のある方に協力していただいて、なるべく早く、事業準備の教材研究と事業準備の時間が効率よくできるようになるような、そういったシステムになっていくだとか、そういった具体的なですね、効果を上げられるような施策を展開をしていただきたいと思います。でなければ、これ本当に過労死ラインというものを超えているのは、これは1ヶ月でも80時間100時間を超えると過労死、その後に、亡くなった方というのは過労死としてもう認定されていくわけですが、過労死の可能性が高いというラインでありますので、これ非常に問題であります。なので今すぐですね、この上限45時間せめてですね、年間360時間という時間外労働の時間になるようにしっかりとですね、対応していただきたいと思います。今後も注視をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。本日は職員の不祥事および職員研修の充実について、男性職員に対する育児休暇の取得促進について、公民館の管理運営について、ギガスクール構想等教員の働き方改革について4つの項目について質問させていただきました。すべて人に関わる質問でありました。最良の市民サービスは最良のマネジメントによってもたらされると考えています。組織というのはいくら優秀な人間が集まっても良い結果は出せません。すべては組織のマネジメントです。
マネジメントによって個人個人のやる気、いわゆるモチベーションや、限られた資源の中で個人個人が出すことのできる成果、いわゆる生産性が向上していくのです。本市が最良のマネジメントを目指して、全庁を挙げて取り組むことをお願い申し上げ、私の質問を以上で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。